こんにちは、ホスケです。今回はたまには台本一切なしのフリーランスの一日をお届けしようと思いますので、まあ今朝8時なんですけど、フリーランス仲間のはるちゃん合流して、またまた別のフリーランス友達と合流して大白さん登っていこうと思います。なんかまつげ色違うね。すごいね。すごい昨日もだけどね。あ、本当惜しい。昨日くれなかったから。そうだね、そう朝だから。じゃあ合流して山登っていきます。行きます。フリーランスでチームを組み、3泊4日でビジネスの企画提案までチャレンジ、東北フリーランス合宿、詳細は概要欄。はい、ご利用しました。今日はこの後どこ行くんですか？はい、今日は大白さん行ってきます。よろしくお願いします。ちょっとね、罪を犯しているので声かかってますが、じゃあ行ってきます。イエイ。わー、かわいい。お願いします。お願いします。はるちゃんこっち見て、かわいい。何してるの？チョコくん。チョコくん、いい。あそこに登るということですね。チョコくん、楽しみだね。大丈夫？あの、回してない？してないよ、いるよここに。大丈夫大丈夫、カメラ回してっから。余裕あるから。おお。ようこそ。ようこそ大白さん。うぃー。関節の森。なるほどね。行きましょうか。行きましょうか。行きましょうか。心霊スポットじゃないよ。すみません、誰も疑ってない。動画だよ。入り口。あ、一旦自然観察センターに行くってことか。はい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 。いや、めっちゃ綺麗です。ちょっとね、山登っていこうと思います。おい、あれが自然観察センター。こんにちは。歩く道を聞いています。熊が出てきたとかいう話もあるので、すごいねこれね。こんなのもありますね。蝶々綺麗だな。お、カブトムシ。あ、結構急勾配、最初から。普段パソコンばっか触ってると見ない光景ですね。たまにはこうして外に出れるのもフリーランス。ちょっと歩いていきます。おー、綺麗。すごい。あ、すごい街だ。今日ほら、街中で、すごいなんか、ポケモンの新しい街行くし、これからね、うん、あの街に行くんだってね。どのジムリーダーがみたいな、うん、一旦登ってきました。ちょっとね、天気も晴れてきた感じあるので、またここから下っていこうと思います。結構大変でした。では、行ってきます。最近お店に、登録したらクーポンもらえるよみたいな QR コードあるじゃないですか。あれを作ってる人です。わかんない。いや、山の頂上で仕事の話してる。何なんだろう。本当だ、花っぽいね。まあ、山にはいろんなものがあると。本当だね。本当だね。本当だね。お、ちょっと開けた。あ、駒形の方が。皆さんも山を登るときは参考にしてください。駒形の方が楽だそうです。やめろって。修行のね、山だからね。やりたいの。大丈夫、映像に残るよ。綺麗だね。綺麗。ちょっと言われるかどうか。言った後にちょっと言われるだろうな。うわ、綺麗、本当。ジブリのワンシーンみたい。白いのと大きいの。へえ。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。まだ終わってないよでも。あ、まだもうちょいあるか。
どうだった山？いい。いいね。いいね。こういうのあるといいね。ちょうど今1時間半ぐらい登って。そうだね。なんだかんだ。多分動画あと5分ぐらい、3分ぐらいかもしれないけど、うん、今お連れのお二人がタバコ吸ってるので、その間に軽く動画撮ってきました。はい、またじゃあ登っていきます。では。登ろう。お、行きましょうか。お、晴れてきた。お。へい。間もなく到着します。おお、綺麗、高いところまで来ましたね。じゃあ、ありがとうございます。お疲れ様です。乾杯。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。イエーイ。登山後のね、一杯最高だね。マジで最高。そう、昼だからね。昼っていうかまだ午前だからね。11時36分です。はい。これフリーランスの日常なのかな。でもこれ叶えれるのね。あ、そうだね。これができるのもある種フリーランスかもしれない。いや、本当に初めて入った家なのにね、突然させていただいて、本当に酒も飲んで、シャワーも借りてすっきりしちゃってね。またこの後もご飯もいただくと、まだご飯も来ますんで、はい。お元気なんだ。ここに来て3ヶ月ぐらいね、なんかやっぱり慣れなくて、あー、ちょこーでも、こんなにおとなしいんですか？いや、おとなしくなる、おとなしくなる。あら、今、大丈夫。すごしょうが好きなんですよ。すごしょうが、一応、そのなんか餃子の一番甘みが出るって。ありがとうございます。もうごちそうまでいただいちゃって、いただきます。いただきます。ありがとうございます。走るのが楽しいからね。そうそう、それ以上もいいかもない。知った方が楽。父さんラーメン。ありがとう、はるちゃん茶碗洗い。どうもどうも。美味しかったね。なじまかったね。どうしよう、これ。あー、じゃあそっち手伝うわ、俺。はい、手伝って。困ってる、困ってる、すんごい困ってる。あー、困ってる。あー、とてもとても困ってる。かわいそうだな、チョコ。確かに。おい、お疲れ。山も登ってビールも飲んですごい眠いけど、カフェに来て作業をちょっとしていこうと思います。イエイ。おう。ズームのミーティングもさせていただきました。いつもお世話になっているクリエイタージャパンの皆さんです。お世話になってます。じゃあ今後とも引き続きよろしくお願いします。お疲れです。何するよ。カフェコはしごしました。はい。じゃあ7時ぐらいまで、うん、仕事して、俺はそこからミーティングするけど、はるちゃんはそこから飲んで、はい、そこからまた当たりコーヒー一日中一緒になるですね、今日は。残りの仕事頑張りましょう。頑張りましょう。はい、というわけでカフェで作業してたんですけど、まあ、ちょっとねクライアントの情報を見せられないのであれですけど、 Twitter の運用の戦略立案とか、あとは Instagram の実際の投稿とかしておりました。今イメージで見せているアカウントは僕のアカウントなので、まあ興味がある人はぜひ、遊びに来てみてください。では夜最後のミーティングまでもうちょっと作業していこうと思います。ここから最後の打ち合わせに入ります。あ、やべ、入っちゃった。お疲れ様です。はい、というわけでミーティングも終わったので、ここから、皆さんお酒を飲んでいるそうなので合流していこうと思います。本当は今日夜筋トレして動画終わる予定だったんですけど、まあこれが台本なしの、見どころですね。まあフリーランスがどれだけ自由に活動しているかっていうのをぜひ見てもらえたら嬉しいです。ではちょっと行ってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。あれ？
待ってます、あれなんか一人多い気がするお疲れ様です、よかったです。お久しぶり、飲みましょう。お会計中。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。まあこんな感じでとりあえず1日送ってきました。映ってるかな。じゃあまたお部屋まで戻ります。お疲れ様でした。はい、帰ってきました。疲れました。とりあえずね、今日1日終えました。今時間が夜10時半、まあ11時前ぐらいなんですけど、まあ体力があるときはこのまま二次会に行ったりすることはあるんですけど、あ、さっきいたメンバーも二次会に行った人は二次会に行きました。まあこうやってね、今日火曜日なんですけど、平日の昼から、昼からじゃない、平日から平日の真ん中の、平日の真ん中から、朝から山に登ることもできるし、まあ飲み会にも行けるし、行きたい人は二次会にも行けるし、行きたくない人は疲れましたって言って帰ってくることができるっていうのが、まあフリーランスの魅力、まあ自由な生き方なのかなと思っております。だいぶね、本当にこんな台本なしで動画撮影したのも初めてだし、多分こんなにお酒飲んで撮影に挑んだのも初めてだと思うので、いろんなアクシデントもありましたが、これもね、一個フリーランスのリアルだっていうところで、まあ見てもらえてありがとうございます。あの動画をまとめていきますと、こちらのチャンネルではフリーランスのリアルっていうのをテーマに、僕の働き方とか、あとたまにこういう、実際にフリーランスの生活の部分とかお話ししております。失礼しました。はい。なので、まあ、将来、フリーランスっていう働き方をしてみたいなとか、フリーランスって働き方に興味があるなと思う方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をしてもらって、次回の動画も楽しみにしてもらえたら嬉しいです。じゃあ、まあ、だいぶ自由な一日となりましたが、もしかしたらね、フリーランスとして活動してる時間より、山登ってる時間の方が長かったかもしれないけど、まあ、それもまたフリーランスというところで、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。もうゆっくり寝ます。